全国のマリオメーカーファンの皆さん、スラマッパギーどうも、ちはやです。マリオメーカー2の実況をやっていきたいと思います。マリオメーカー2における全自動の動画ってまだ出てないよね。生放送中に見た人はいると思うんだけど、多分動画にはまだなってないと思うから、ちょっとやってみましょうか。上押しっぱだそうで。上？あー、なるほど、ドアに入らなきゃいけないから上か。なるほどね。これはいわゆる半自動ってやつになるんですね。つまりね、トン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 、綺麗。はい、ゴール、サンキュー。こんな感じか。新しい要素結構入ってるっしょ。あの二日酔いのやつが今作で言うとこのこれだね。今の周りがうねうねしてる感じ、音がなんか変な感じかなになるみたいですね。これベストタイム出るんじゃね。ちょっとやってみっか。最初だけこんな感じで全自動で進んで、で、こっから進んでいくんだよ、自分で。これでどう？これで多少早いんじゃない？ベストタイムどうかな？出たかな？ほい。ほい、出た。ほい、出た。もうだ、あと1秒くらい、なんとかなるかな。やりたい方はみんな、やってみて。クリア率 0.7% ですね。マリオメーカー2の、楽しめるスピードラン60秒ということで。やってきます、走る。違うよ、違うよ、違うよ。相変わらず瞬時に、ギミック理解しなきゃいけないのは難しいところだよね、スピランのね。難しいところではあるが、かぶるか？あー、投げるかー。ゴリ押していく。ゴリ押していくが、スネークブロックどう動く？壁キックに使うってことか。なるほどな。これは、ちゃんと、当たった方が良くて、もう一回使わせるのか。いいね。ここでも使わせるか。すげえ。スネークブロックうまく利用そうな。これはすごいスピランですね。感動。ここで投げて、壁キックかまして。で、やりづらい。鍵道に入ると、ゴール、オッケー。ベストタイムどうだったっけな。おー、すごい。最後のとこもシーソー使ってるよ。ハゲだと？オートマリオ。オート？オートじゃねえじゃねえか。初手中間？上上がっちゃっていいんすか？スネークブロック入りまーす。一回右飛んでみていい？死んで、死ぬかもしんないけど。なんでや！なんだっけ？コース名。コース名なんだったっけ？ブラヌ、ん？違うな。とりあえずスピードランらしいけど。ん？初手、土管に入らせていくスタイル。ちげんかい。ここ勢い、消えんのむずい。いやー、これ入っちゃいけない土管ですよ、どうせ。知ってるよ。お、いいんかい、入って。でもこれどうやっていく？待つなな。こうだな。下ある、あぶねえ。はい、はい、はい、はい。残り30秒でーす。めっちゃ右行くやん。これめっちゃ左に戻すやつじゃないの、これ。そうそう、切り返してもらわないと。嘘だろ？嘘だろ？おい、時間これ間に合わねえだろ。15秒くらい走ってたよな、今。これ、土管入ってゴールだったらワンチャンスあるって感じか。6、5、4、あ、帰ってきた。あー、無駄にジャンプしちゃった。コイン取っちゃった。主戦場のように金を集めてしまったせいだ。間に合う、間に合う、落ち着け。やだー、オッケー、ギリッギリ。嫌な予感しかしねえわ。サムネ見る感じだと。絶対やばいやつは。出たー。しゃがんだ状態でジャンプすると若干右に行けるんだよね。これ、きっちりぞ。いけそうじゃん、いけそうじゃん。
た。生き方分かったぞ。なるほど。左手も使うのか。ジャンプで。了解した。あとは速さだな。来た。カタ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 。よし。よし。行った。行った。よーし。あ、今の手持ち見せてればみんなに。左手の中指で右を押して、で、左手の人差し指で B ボタンを押して、右手で A ボタンを押して BA 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 って感じだった。ちょっともう一回行こうか。最初ここちょっと手間取るけど。あ、台置いたらめっちゃ早い。あ、でも、ちょっと遅くなった。こんな感じ。これでクリアできるからみんなやってみて。これめっちゃ汗かくやん。やばいやん。朝の7時に汗だくになりながらマリオメーカーの実況する男、どうもちはやです。ランってついてたんでちょっとやってみます。ポイズンラン。ベストタイム5秒くらいだったんだが、めっちゃ短い、もしかして。え、上かい。こうだ。どうは、あーマジか。ゴールか。ベストタイム5秒きつくね。ほぼノンストップでいったけど。あー出たー、ベストタイム。やった、更新していく。ベストタイム、いやー、1秒かかってねえぞ、これ。タイトルが A ですね。これサムネになりそうだけど、どうでしょうか。ジャストランということでやっていきたいと思います。いくぞ。キノコ取んなくていいんだな。下見えねえ。ひたすらコインの音を聞きながら走っていく。うわ、ジャンプしないとダメ。ウェーイ、オッケー。ははっ。高坂ほのかちゃんが作ったコースですね。あ、ちょっと似てんな、ミーも。でね、ヨッシーがどっかに隠れてるんだってさ。お、まずはメットだね。まあ、ほのかちゃんが探せって言うんだったら探すか。乗っていく。いた、よし。乗れねえ。じゃあ、よしを乗って、あとはゴールするだけなんだが、いいとこにブソブソがいますね。いじめといてあげましょうか。うい。かわいそうに。一体何匹の、ブソブソがこのマリオメーカー2で犠牲になるんでしょうか。何百万ってレベルで倒されるんでしょうね。それこそもう何百万っていうブソブソがもう倒されてるかもしれないもんね。だって俺の生放送でさえもう軽く1000匹以上は倒してるわけだからね。1000匹近く倒してるわけだから、そう考えるとかわいそうだね、ちょっとブソブソ。マリオ3のアイスマウンテン洞窟。洞窟山。氷の洞窟山。滑っていく感じだよね。上行くか、下行くかなんだが。ちょっと上を選択してみましょうか。上むずい。じゃあ下行こう。速度重視で行きますねーと。危ない。危ない。オッケー。危ないー。これもしかして下が簡単なんじゃない？違います？ほら、そういうことや。こいつ踏まなきゃいけないかな。ちょっと難しい。で、中間があったのか。とりあえずこのまま走っていこう。オン、オフ、オン。落ちびの方が簡単説。ほら。ほらね。オッケー、土管入って、滑っていけー。お、ま、やるのか、まだ。やりますね。
だいぶ沼沼してるな、これ。短いからちょっと早く感じるが、オッケー。抜け切ったろと思ったら4つ目が来ましたが、問題ねえです。上に上がってんのがちょっと難しいが大丈夫。6個目も大丈夫。下に下がってるのは多分問題ないな。うん、問題ないですね。上に上がってる時はちょっと難しいか。暇。わー、うわー、危ねえ。オッケー。普通にいいコースだったな。